クワハラ神社は、茨城県上層市の絹川沿いにある神社。祭神は、豊木入彦の命、天熊人の二柱。下佐国岡田軍の式内社で、旧社格は豪社。旧岡田軍、豊田軍の僧者。天智天皇の第七巫子、式の王子の孫、下佐国の国師、クワハラ王が、後期三年三月、絹川西岸の本屋式と呼ばれた第一に、 祖である、と木入彦の命、天狗沼人命を守護神として祀ったことが起源と伝えられている。本屋敷には古来から大きな集落があり、高さ10メートルの前方公園墳、東山塚があった。現在は近代の堤防工事で削られ、なくなっている。正体年間には平進が当社の鎮座していた、自本屋敷に下佐国庭を置き、 政治の拠点とした。平野正門も父親の平進むとともに、本屋敷を拠点とし、当社を推計した。水害等で住民が、自本屋敷から西側へ移動したため、当社も、遠方6年に現在地に遷座した。聖徳2年、社号カトリ社として小1くらいに昇格した。教法4年には、官営2年の胸札。 日本国関東下宇佐国聖桑原大明神、造流一中が本殿建て替え時に発見され、法歴八年に寺社奉行から演技式内桑原神社と認められた。それ以降、社号、桑原神社にまた称した。明治四十二年二月には以下の二社を本殿に行使した。社格主催人廃止神鳥トを潜った参道の奥に鎮座。 社伝正面に向かって、右側に鎮座。社伝正面に向かって、左側に鎮座。石ほこら軍の中には、社号が明記切られていない二社がある。ありがとうございます。